はい、どうも皆さん、こんにちは。ゼヒコです。それでは今回なんですけども、機種変更でペイペイボーナスがもらえるキャンペーンが開始されるということでお伝えしていこうと思います。はい、ということで今回ヤフーニュースからピックアップさせていただきました。お題がソフトバンク2019年夏の新モデル購入でペイペイボーナスということで、ソフトバンクは2019年夏の新商品として、スマートフォン、アクオス R3、エクスペリア1、アローズ U、LG K50 を5月下旬より順次発売する。また、対象機種を購入でペイペイボーナスがプレゼントされるスマホを買ってペイペイもらうちゃうキャンペーンをペイペイと各端末メーカーが共同で実施をするということですね。で、先ほどにも書いてあったんですけども、対象機種がアクオス R3、エクスペリア1、アローズ U、LG K50 というこの4機種となっております。そしてこのペイペイの振り分けというのが少し変わってまして、端末によって金額が変わります。アクオス R3、エクスペリア1、エクスペリア XZ3 では5000円相当、そしてアローズ U、LG K50 では3000円相当が、それぞれのエントリーした場合にプレゼントをされるということですね。そしてアクオス R3 では1万5000円相当が100名、そしてエクスペリア1、エクスペリア XZ3 では2万円相当がなんと500名にそれぞれ抽選でこちらはプレゼントされるということですね。なので確実に5000円もしくは3000円、そして抽選で1万5000円もしくは2万円がもらえるということですね。あとアクオス R3 は発売日前日までエントリーページっていうのがあるので、そこから予約しました登録っていうのを行えば5000円相当っていうのが漏れなくプレゼントされるということなので、一応下にリンクを貼っていますので、公式のリンクでそこからまあエントリー方法であったりとか、端末によってどの金額がもらえるのかっていうのを見ることができるのでご確認をお願いいたします。念のため公式のページから引用させていただいたんですけども、PayPayのボーナスもらう流れをお伝えしたいと思うんですが、まずステップ1、対象機種をまずは購入。そしてステップ2が引用しているこのページから対象機種のキャンペーンページにアクセスすると。でそこからステップ3、購入機種の応募ページにアクセス。ステップ4、必要事項を入力して、ステップ5、後日特典付与に必要な案内を送付ということなので、まぁ、ちょっと手間は少しかかるんですけども、まぁ、せっかく機種変更してまぁ、PayPayがもらえるのであれば、まぁ、これはもらった方がお得なのではないのかなとは思います。はい、ということで今回の動画いかがだったでしょうか。機種変更してペイペイがもらえるキャンペーンがスタートするということなので、もしちょっとAndroid を所持されている方であったりとか、 Android の機種変更したいなっていう方がいらっしゃれば、まあ今回キャリアはソフトバンクにはなるんですけども、ぜひこういったキャンペーンも活用するのもいいのではないのかなと思います。ということで、このチャンネルがいいなと思ったらチャンネル登録、グッドボタン、あと Twitter のフォローなどしていただくと嬉しいです。ということで本日はご視聴どうもありがとうございました。